上本、素晴らしい反応を見せた。アウト。素晴らしい守備ボールでしたけどね。はい、ライト方向を流しました。これはどうか、セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。上本が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。ストレート決まっています。キレのあるボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打っていきます。マウンド上岩田、そして打ちました。セカンド取った。二塁アウト、一塁はセーフ。さあタイガース先制のピンチです。打ちました。取った、取っています。ファーストランナー飛び出している。アウト。スーパープレーが飛び出しました。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには上本が入っています。初球は何から入ってくるか。これが2球目。打った、レフト下がる。抜ければ先制ですが、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0タイガース、試合の主導権を握ります。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。うん、そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。タイムリーで先制点を奪いました。目の覚めるような速い打球を外野オーバー。変化球打った、セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあ勝ち越しのランナーが一塁です。バッターボックスには上野。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。低め見送っています。3球目打ちました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。西さん、リードして迎えたこの7回なんですが、まだこの点差では油断はできませんよね。まあもうちょっと点差が欲しいですよね。まああと1点2点、できれば3点欲しいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。アウトコース決まってストライク。痛烈、入れました。ファウルボールです。今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る。サード取った、アウト。ワンアウトです。手の打席が回ってきました。アウトコース打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター上本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。インサイド決まっています。ジャストミート、大きいぞ。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーファーストキャンバスを蹴った。バッターランナーは二塁到達。今日3本目のツーベースヒット。ここはうまく引っ張っていきました。
さあそしてバッターボックスには近本が入ります。ここはコーナー順ですから勝負どころですよ。さあ二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。まあランナーワンヒットで帰ってこれるだけの足がありますからね。なるほど。ランナースタート、キャッチャー三塁送球する。さあチャンスを広げていきます。ランナーを三塁に進めました。あれだけリードを大きく取れるのは走れるって自信なんでしょうね。ここは勝負をしません。深刻タイガースとしてはな。さあそして打席にはロス入っています。さあチャンスが続きます。走ってきた、キャッチャーは二塁へ。二塁タッチアウト、ホームイン。上野となんとサヨナラのホームスチールを決めました。なんという劇的な幕切れ。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。勝ったタイガースサヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のカープですが惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。